皆様こんばんは。 KPN の時間です。私、剣持、菅野がお伝えします。本日のニュースは、厚労省がインフルエンザ治療薬の使用を検討していると発表。国民は期待を寄せる一方です。ぜひ最後までご覧ください。概要。新型コロナウイルス感染症の治療について、厚生労働省がインフルエンザの治療薬アビガンなどを使用する方向で検討し、手続きを進めていることが分かりました。なぜインフルエンザの治療薬を新型コロナウイルス治療に使用することになったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。使用検討の経緯。肺炎を引き起こす新型コロナウイルス感染症に有効な治療薬はまだ開発されていないことから、厚労省は別の病気で使用されている治療薬で効果があるかどうか検証を進めています。その中で民間の製薬会社がインフルエンザの治療薬として開発したアビガンなど複数の治療薬について使用する方向で手続きを進めているということです。加藤厚労大臣は22日朝のテレビ番組で、できることはやる、効果があるかどうか確認して所定の手続きを踏んだ上で使っていきたいと話し、手続きに必要な期間についても数日間をイメージしているとの見通しを示しました。薬はいいけど、今回新型コロナウイルス感染の治療薬としてインフルエンザ用の治療薬使用が検討されていることについて、アビガン投入で重症者のご回復を願いたいところです。アビガンが特効薬なら日本を救える、コロナにも効果がある可能性はあると思うといったように、今回採用される予定のアビガンに対し期待を寄せる方が多く見られました。しかしその一方で、裏付けはなく、やってみなきゃわからない状態なんだよね、副作用のことは全然触れない、重篤化したらアビガンもあまり役に立たないと思うといった、アビガンを使用しても大丈夫なのか心配する声も上がりました。そして一日も早く効果のある治療を施してほしい一方で、感染を未然に防ぐ対策が急務だと思う、治療法を増やすのはいいことだが、それよりも中国からの渡航をはじめとする全面停止をしろよ、という、治療薬の使用よりも感染拡大を防ぐことに力を入れるべきではないかと指摘する方も見られました。正直、もうすでに日本の至るところで渡航歴のない日本人の感染が確認されているので、感染拡大は避けられないのでしょうね。もし政府がこうなることを見込んで国会で議論していなかったのであれば、本当に許せませんね。新型コロナウイルスの治療薬としてアビガンの使用を検討していると発表した厚労省。一刻も早く有用性を確認して、より多くの医療機関で使用できるようにしてほしいものだと思いつつ、後になって薬害による被害者を出さないためにも臨床試験はきちんとしてほしいとも思うので、なんとももどかしい気持ちになります。このアビガンは新型コロナウイルス感染が広がる日本の救世主となるのでしょうか。それとも、いかがでしたか。本日のニュースは、厚労省がインフルエンザ治療薬の使用を検討していると発表。国民は期待を寄せる一方でした。このニュースが面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のニュースでお会いしましょう。